はい、こんにちは。中3数学予習講座。いよいよね、中学3年生で習うとされている単元は、これで全て、最後になります、ね。今日はね、三平方の定理をやりたいと思います。この中学受験さくららチャンネルは、私、滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、そしてメンバーシップもお願いします。でね、ちょっとね、これは無理かなっていうようなものがあってもね、こういう時はよかったら再生リストにも飛んでみてください。夜眠る前に聞き流していくだけで、あ、そんなことだったんだと思いながらぐっすり眠れてね、次の日にはすっかり頭に入っているなんていう夢のような動画に出会えるかもしれません。それでは早速やってみましょう。三平方の定理です。さあ、三平方の定理っていうのはね、どういうことなのかっていうと、これ直角三角形の時に使います。直角三角形ありますね。直角があります。で、この時の大事なのは直角の向かい合う辺、これ斜辺と言いますね。この斜辺の2乗ね、この C にあたる分、斜辺の2乗がその直角を挟む辺の2乗、この A の2乗足す B の2乗と同じなんだと。つまりここ C とすると C の2乗は A の2乗足す B 2乗なんですよっていうね、ことなんだね。で、例えば、まあ、覚えておくというのはね、5対4対3。ね。斜辺が一番長いですから、直角三角形ってね。一番長い斜辺5の2乗25が、挟む辺4の2乗16、3の2乗9、足すと25になるでしょ。ね。13対12対5の三角形ってのもそうなんだよね。斜辺がこれです。13の2乗169です。12の2乗144、5の2乗25。足すと169になるわけです。ね。いい？斜辺の2乗は挟む辺の2乗足す挟む辺の2乗。ね。じゃあね、早速練習してみましょう。x の値を求めなさい。さあ、x43、ここは直角です。斜辺はこれです。さあ、斜辺の2乗はこの2乗足すこの2乗ね。はい、式作ってみましょう。x の2乗は、4の2乗足す3の2乗。ね。16足す9は25です。つまり x2 乗は25です。さあ、x を2乗したら25ですから、x は、まあ、2乗定式として考えるとプラスマイナス5になりますけど、この場合はプラスの方だけ考えればいいです。5ということになるわけだね。だからこれ5センチで言うわ。5になるわけです。ね、さあ、2番。さあ、斜辺は分かってます。17x15。ね。斜辺の2乗がこの挟む辺の2乗足す挟む辺の2乗。こういう時には、まあ、x2 乗足す15の2乗を先に書くといいです。イコール、斜辺の2乗、17の2乗。x の2乗は、ね、17の2乗が、これ、17、17、7、7、19。因子がして1191の、あ、289か。289-15の2乗。55257152225。ね。そうすると x の2乗は引くと64だね。さあ、x の2乗64ですから、x8 ということになります。これ8なんでね。さあ、3番。斜辺が13です。挟む辺5と x。ね。だから、この2乗とこの2乗が13の2乗。ね。x の2乗足す5の2乗は13の2乗。x の2乗は、さあ、13の2乗は13、13。ね。これ覚えちゃうといいですよ。ね。169。引く5の2乗は25。x の2乗は144ですね。さあ、144というのは、これ12の2乗ね。だから x は12です。さあ、4番。斜辺は x です。挟む辺は48と14。
だから斜辺の2乗は48の2乗足す14の2乗。さあ48の2乗、葉っぱ64、四波32、384、八四32、三倉四四16で19、4032、2304足す196、14の2乗もちょっとやりましょう。14、14でもう覚えるぐらいやった方がいいですよ。四四16、196ね。さあ2304足す196、これね2500になるんです。さあ X を2乗したら2500っていうと、これ50だよね。50。さあ5番、さあ斜辺が4で X と3が挟む辺、 X の2乗足す3の2乗は4の2乗。これ気をつけてね。 X の2乗四四16-9。さあ X2 乗は7ですね。さあ2乗したら7ってことは、これルートですね。ルート7なんです。ここで2乗定式になるわけです、ね、さあルート7線、ルート77の2、ルート7の2乗って7でしょ。4の2乗16でしょ。3の2乗9です。7足す9が16です。さあラストです。5番、あ6番、55、斜辺が X の2乗は5の2乗足す5の2乗。X の2乗は25足す25で50ですね。さあ2乗したら50になる数というと、これルートですね。255。さあ5が2つありますから、5ルート2ですね。ね。2乗定式忘れちゃった人とか、平方根忘れちゃった人ね、これ注意して。255だったら5で外に出す。5ルート2。X イコール5ルート2センチ。斜辺の2乗が挟む辺の2乗、挟む辺の2乗の和ということだね。ね。いいなと思ったらチャンネル登録、そしてメンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。